はい、どうも会長です。公認大会お疲れ様でした。まあ惜しくもね、決勝で敗れてしまったんですけど、まあ、対戦相手トロサーモンたちで、まあ、ルミナス対決できたんでちょっと満足ですね。まあ、公認大会は誰でも出れる結構緩い感じの大会なんで、まあ出てる側の僕らもそうだし、見てる人たちも結構緩い感じで見れたかなって思うので、かなり満足です。はい、楽しかった。ってことで予選も含めて、まあ、いい感じの試合をピックして解説していこうかなと思います。はい、でライブステージなんですけど、初動は相手にトマスがいて支援相手何もできないんで初手詰めます。でカード適当に3枚連切りして相手のカウンターを吐かせて、でダメか吐かせたんでアインズに通常で芝居てもらおうっていう、まあ、感じでうまくいきましたね。まあ毒切って合わせられた後に、まあ、とりあえずミミミ花火連切りしたら1枚はなんか周囲もう1回切ってきそうじゃん、きそうじゃんって感じだから、なんか相手カウンター入ってくれましたね。僕結構なんかこういう適当連切り好きで、相手がいろいろ深く考えて合わせてくれるんで楽しいですね。まあ、って感じで、まあ、初動はうまくいって、まあ、これは編成勝ちっていうのもあるし、まあ、編成見てしっかり立ち回り変えたのも良かったかなって思います。はい、さあ2戦目はまくり編成してますと。で相手もまくりですね。確かデラクラとかで輪連してきたんで、まくり出せば勝てるかなということで出しました。はい、で、まあ、とりあえず相手の編成はココリコ編成なんで、僕らしっかり HS 貯めきれば勝てます。はい、なんで自陣しっかり固めて、まあ、5-0 さえされなければヒーロースキル溜まってれば勝てるっていう感じで、なんならね自陣にもいらないんですよね。うん、まあ、それが強い。まあ、とりあえず B 拾って、まあ、相手空かけで突っ込んでくるんで、まあ、A だけ死守で頑張りましょうという感じです。で僕ら結構ねなんか即席で組んだんで、なんかできる編成が多かったんですよね。うん、ルミナスとかだったら、まあ、これは自信あるみたいな感じあると思うんですけど、まあ誰が何使いっていう、まあ、わけでもあるけど、いろいろ使えたんで、まくり編成もそうだし、まあ大会決勝配信卓で出した、デルトマとか、リリマルとか、まあ、あとジャンヌ編成とか、まあいろいろ出せましたね。楽しかった。で、グスタフ編成とかももちろん出せたし、あとアリスで支援もしましたね。マジでいろいろ使ったね。うん。やっぱり即席で組むとこういうなんか普段使わないヒーローだけど、まあ、一応、まあ、使えるよっていうのも出せるから楽しいね。まあ、たまにはルミナス離れてみるのもいいかなって思います。っていうメンバーなんですけど、去年の高崎甲子園で一緒に優勝したコテイモと、ベルプエードリーグで激闘を繰り広げたフィズ君ですねの2人と出ました。まあ、やっぱり大会で戦った相手となんか共闘できるのもこういう大会の醍醐味かなって思うので楽しいね。あ、フィズ君といえばトロサーモンの激推しプレイヤーなんで、しっかりうまかったですね。やりやすかった。なんか立ち回りの違和感みたいなのはなかったから組んでて、まあ、これから機会あればまた組みたいなって思うんですけど、ロールも違うしね。で、まあ、攻めきれなかったんで一旦引いて落ちます。回復してから、まあ、僕の復帰に合わせてでヒーロースキルかな。でここでちゃんと通話で誰がどこ抜くっていうのをしっかり決めて、倒します。で僕はココリコだかな、ココリコ抜いてって感じで、まあ、リコはヒーロースキルが展開される直前にちゃんとヒーロースキル打てばデバフが入る前にちゃんと倒せるんで、イエーガー張ってヒーロースキルで倒してデバフ入らずにそのまま味方が2枚抜きしてくれたんで、これで勝ちっすね。もうこれが本当にマクリーンの強いとこ。もうこんだけ綺麗にまくっちゃったら、マジで相手何もできんからね。まあ、ジャンヌ編成がたまにちょいちょいいるんで、それで怖いんですけど、まあ、それさえ来なければ、なんならリリマルでも倒せるんで、マジで強いかなって思います。まあ、ただリリマルに対しては、今ちょっとパワーが高すぎるんで、先に4-1決められると、まあ、ここのステージは全然4-1決められてもいいんですけど、デラクラとかだとちょっと段差じゃなくて角があったり広かったりして、まあ、ポータル取りに行くのが大変なんですよね。まあそれもあって難しいところなんですけど、まあ、まくりは強いです。このメンバーで行くぞ。
はい、準決勝の3戦目かな、相手のデラクラの選択で僕らリーマルを渡しました。僕がマルコスなんですよね。フィズ君がマルコスのメダルがついてなかったんで僕がやってるんですけど、まあ、最近マルコスの動画出したけどマジで、まあ、昔は使ってたぐらいだからちょっと緊張しますね。まあ、ただキャラパワーが高すぎるから、まあ、割とあんまり上手くなくてもね、なんかごまかせるかなっていう感じで頑張ってます。で相手が、ずっと編成固定でビオレッタとマトイで、まあアタッカーが変わるっていう形なんですけど、まあ 2B が一番強いんで 2B 使ってますね。で変わってるところはちょっとマジスクが相手に入ってるところと、カウンターじゃなくてマトイが周回なんですよね。まあだからちゃんとしっかり前転に可能に履ければ相手は当たると。でビオレッタにしっかり近距離可能にの方を当てていけると、まあ、火力が出せてビオも一瞬で溶かせるかなって思うんですけど、リーバー入ったら相手のサイレント入ったんでちょっと引きたいね。まあノガド張って奥抜けてもよかったんですけど、怖い。まあ多分奥抜けてたら普通に習慣の食らってましたね。まあ一回引いてちゃんとよかったかな。まあただ初見で中華のこの後食らう可能性があるから一回詰めて相手のカード確認してもよかったかもしんないね。もうなんかテンプレにこだわってて、こだわるっていうかもうとらわれてて、まあ、最近のまとえって結構カウンター秘めたる赤テレパス前転みたいな感じじゃないですか。もうそれだと思ってるからちょっと怖いね。当たんなくてよかったって感じ。まあ、当たる場面がなかったんですけど、で結構時間使っちゃったんでまたリリバフで攻める形ですね。まあ、ここはねもう引けないね、引けないんで一旦殴られる前に攻めます。まあ、ここでもう見てる感じ相手のお母さんはないかなって思うんで、相手がブレードラかなってこの時は思ってましたね。でカードはもう吐かせきってるんでリリバフで、その後隠してたキタリちゃんをしっかり当ててドルケでマトイの通常を受けて、まあ赤テレパス来てたんですけど、まあなんかたまたま空かけもあってなんとかなりましたね。でフィズ君が 2B とマッチングマッチアップしてる時に家が吐かせてくれたんで、カウンターもそのまましっかり HS 避けて倒して、でタレットは代わりに僕が妻で受けます。これで勝ちかな。でビオレッタもしっかりねカノーネで打ち上げてくれて、1人で倒してくれたからめちゃめちゃ良かったね。3人が3人しっかり固定もも可能ね、習慣の避けてくれてたから、で秒を倒す時に対応も入れてくれてたんでマジで綺麗に決まったかなって思います。まあ、パワーは高いけど、まあ、やっぱりヒーロースキル耐久されるとしんどいところあるなって思いました。まあ、ただ出し毒だね本当に。まあ、相手に応じてカード変えるぐらいでマジでリリマルは今の環境出し得だなって思いました。まあ、そんな感じでね、公認大会楽しかったです。10月末にもう1回あるらしいんで予定が空いてればまた出たいなって思いました。はい、ありがとうございました。バイバイ。